こんにちは、中までたっぷりチェアです。100人マリオチャレンジパート168まで来ましたね。やっていきたいと思います。順番的に難しいであってたかな。なんかイレギュラー的にねやっちゃったからね、前回前々回、いやもっと前か、わけわかんなくなっちゃったけど、とりあえず難しいで遊んでいきましょう。めっちゃ大きい悪魔みたいな。わかんない。とりあえずなんか悪魔っぽい。違うかな。デーモンじゃないかな。デーモン。おー、でっていう。ティーヨシザルスムンチャクッパスですね。ここでね。来ましたね。あ、雑食プレイ。でもそうなるんだね。へぇ。今回は乗っていくスタイルですね。乗って。上の、これ踏んで、これ気になるな。入っとくか。おお、よかった。ここで緑の悪魔。あ、そうなっちゃう。緑の悪魔。ティオシザルスムンチャクッパス2体目。そして、プロペラキノコはビタミン何にしようかな。ビタミン B12 ぐらいにしとく。いや、ちょっとは変えてナイアシンぐらいにしとこうか。ナイアシン。あぶね。そっか、こいつも食えねえのか。お、ファイ、お、ティオシザルス、ムンチャクッパス、しまった。やらかした。これ、どっちがいいかな。なんか、ナイアシンぐらいの方が、ナイアシンだとやっぱ分かりづらいからやめとくか。やっぱり、なんかにしよう。ビタミン B1、B2、B6、B12。ビタミン C、ビタミン E、ビタミン E とか P とかもあるじゃん。やべ、あぶね、下ネタ言いそうになった。よっしゃ、行こうぜ。ビタミン P なんていうものもあるらしいね。どうやってあれするもんなんだろうな。ビタミン P って補給するもんなんだろうな。多分そのさ、サプリメントみたいなやつだったら、きっとね、やべえ、あれできるんだろうけどね。補給はできるんだろうけどね。このコースむずくね。想像以上に難しくね。落ち着いて。そう。で、冷静ゲー。冷静に、オッケー。冷静にやってたら、ちゃんと、ゴールできるんですよ。オッケー。ステージ2参りましょう。ビタミン P が体にどういう作用を及ぼすのか、全然予想もつかないよね。とりあえずもうなんか、高速マリオの P さんしか出てこない、俺は。もう、P って聞くと。結構ね、自分のその個人で目指したい実況者さんの一人のうちの一人なんだよね。圧倒的面白いもんね。本当に。冷静。めっちゃ冷静だから面白い。冷静なのにさ、急に波悦子とか言い出すしね。なんでそこを選択したって毎回思う。本当面白いよね。やばいよね。あんなに面白い実況者さんに俺もなりたい。頑張ります。いやー、マネブって言うからね、まずはそっから行かないとね。お、ありがとう、ビタミン B。ただ、なんだっけ。すぐ食らいすぎ。あ、緑の悪魔ですね。ビタミンなんだったっけな。ビタミン剤。とりあえずマリオにとってのビタミン剤ですね。あのキノコはね。あー、キノコは、やべ、危ねえ、危ねえ。上にいるんだろ？オッケー。ざまねえな。よーし、オッケー。ステージ3参りましょう。最近アイテム取ってすぐ食らっちゃうあれがあるんで。逆に、アイテム取らないで、まあ、ちびっこの状態で常に緊張感を持たすみたいな意味合いも込めて、まあ、取るんだけれども、やっていくのはありなんじゃないかなっていうね。今食らったら死んでしまうっていうこの状況が、だと想定した上でやっていきましょう。想定内。想定内ゲーム。嘘だろ？おー、しとっと。いやー、孔明ありそうな地形だから毎回確認しちゃうんだよな。ねえか。これは上ですね。いやー、リンクの声がイケボ。俺のすごい好きな声。よいしょ！あ、しまった。こいつさ、すっげえキラキラ落としてんの。聞こえる？
ちょっとずれた。こっから走って、あ、ちげえんじゃねえか、こっちに行くんじゃねえか、実は。あ、スターかな、これが。あ、ちげえ、雲だ。多分ね、この雲乗らなくても、右行けるけど、おそらくね、おそらく行ける。あ、行けねえかな、どうかな。やべ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 。はい、オッケー。さあ、ステージ4参りましょう。フラワータワー。スピランか。マジか。え？あ、違う、こっちだ。あ、落ちた。ま、真ん中、ううう。しかもスピランで登ってくんだ、タワーだから。すげえな。斬新だな。あ、よく見たらツタあるし。右か左か。じゃあ右で安定のね。で、ちょ。はい。うん。ツタがあるんですよね。背景に同化してって分かりづらいけど。右で。とりあえずずっと右。これ多分どっちでもいいんだ。あぶね。右。安定の右。そっか、こうやって降りることもできるんだ。知らなかった。はい。OK。入れる。あと52秒。おー、ゴールあった。スピランっていう感じはあんまりしなかったけど、斬新でしたね。背景に同化してて、ツタが分かりづらいっていうのもまた難しさを助長している。ステージ5参りましょう。ミッチヨシリン。突然のミッチヨシリン。ミッチヨシリンって言うとさ、多分あのみんなクレヨンしんちゃんのミッチヨシリンを想像すると思うんだけど、一番最初に出てきたミッチとヨシリンってあんな感じの雰囲気じゃなかったんですよ。俺昔のクレヨンしんちゃん見て知ったんだけど、おー、しんど。ミッチ・ヨシリンってあの若夫婦じゃないですか。あのね、もっと普通のね、一般人みたいな感じで出てくるんだよね、最初の方。最初見た時びっくりしたわ、ほんとに。結構難しいし、このコース。嫌いな感じ。ほっ。上に行く。あ、でもゴール見えますね。ほっ。経由。オッケー。厄介な感じだったな。さあ、じゃあラストくらいかな、時間的に。行きましょう。ステージ6や、楽しいアスレチック。絶対楽しくねえぞ、これ。食ってかかるスタイル。食ってかかるって言わねえか。これは最初から決めてかかりたくないけど、これ絶対簡単じゃねえだろ、こんな。あ、でも、あ、しまった、しまった。キノコのみかな、了解。ビタミン B1。ビタミン B1 ってことにしよう、今日は。マリオにとってのビタミン B1。うわぁ、いんのか、お前。焦るわ。これ上行けないっすね。微妙に行けない。あ、死ぬんじゃない。当たる。危ねえ。これ真ん中のやつかわいそうだな。哀れすぎるだろ、さすがに。面白いタイプですね。ビタミン B1 ですね。あー、お前いんのか。オッケー。上行けますけど。まあ、中入るのが筋ですよね。まあ、わざわざ、でっかい状態解除する必要もない。お、ここでファイヤー、ビタミン B2。あれは厄介だな。先に処理したいですね。届かねえよな、でもな。無理か。しょうがない。こいつだけでも倒す。ここでスターを確保。おー。クリボーを打つ。これはどうするべき？あー、そこ左入るべきだったかな。ここ行けないもんね。そうだよね。こっちかな、行くべきは。いや、きついっしょ。あー、このドア入るのが正しそうだな。ちょっと入ってみます。X は、×ですよね、これはね。×表示ですよね。こっちじゃないと。まあ、右行けるんで行くけど、やべ、食らってた。本当にこっちじゃねえのかな。やぶね！スパナ！これはさすがに当たんねえな。左は大丈夫でしょ。大丈夫。でもあれだ。でっかいか、あるいは P スイッチ状態。あー、でも。左の
ボックスのとこにうまくいければワンチャンあると思ったんだけど、でっかいままで一応あれしときましょう。待機しときましょう。このスパナ当たるな。一旦退避。OK。OK 伊藤。OK 伊藤とか。懐かしい。OK 伊藤。完全に OK 伊藤ゲーム。OK 伊藤ゲーム。よーし、OK 伊藤。